京都府知事の西脇隆俊です。今回は次世代を担う子どもたちがお得意地域で活躍した武士集団西の岡州の謎に迫ります。それでは戦国ロマンの世界にミュージアムリンク。去年の12月10日、向こう市の第二紅葉小学校の一室に地元の中学生と小学生16人が集まりました。子どもたちが参加しているのは地域の歴史や文化を学ぶツナプロ、次世代と地域文化をつなぐミュージアムプロジェクトの体験学習です。京都府内のミュージアムが核となり地域や世代をつなぐ取り組みで、今回はミュージアム×次世代がテーマです。向こう市文化資料館などが会場となり、お得に地域で戦国時代に活躍した武士の集団西の岡州について地域の子どもたちが学ぶ全10回のプログラム。以前に自分たちで手作りした兜なども用意して、かつてこの地域に来た強者になりきります。校舎の外では日本の在来馬や和式馬術の普及などに取り組む滋賀県の牧場三ヶ里野の森牧場からやってきた馬たちが準備します。この日は武士の生活を知るための乗馬体験が行われました。子供たちこっち来たね。かっこよく仕上がった児童生徒らは運動場に集合。彼らが学ぶ武士の集団西の岡州は、織田信長や明智光秀などの武将とも関わりながら戦国時代のさまざまな場面に登場します。歴史に名を残した地元の武士たちに思いを馳せながら、まずは騎馬武者を再現した演武を見学しました。サラブレッドのような大型な馬とは違って、木曽馬などといった小柄な日本の馬たちです。戦国時代の戦いを彷彿とさせる光景に興味津々です。よーいドン。次は騎馬武者とかけっこ。みんな初めての体験です。そして武器なども手にした子どもたちが騎馬武者と一緒に隊列を組みました。映像や資料を見て学ぶのではなく、実体験を通して当時の武士の生活の一端を知りました。いよいよ各々が力作の兜を身につけて乗馬を体験します。こうやって、参加した子どもたちはみんな歴史を勉強することが大好きだということで、最も楽しみにしていた瞬間です。すごい、ね、で怖いからってね、前かがみになったらそのままスコンと落ちちゃうから、ね、あの背筋伸ばしてお腹を出す、突き出す、お、ジェケジェケジェケ、さあ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 、あ、目線はむっちゃ高い、ね、高いよね。周りがよく見える。結構不安定なんですけど、こうあのお聞きした座り方というか、あのだいぶ背筋を伸ばすような感じで座ると、なんかすごい実際にこう戦国武将の乗ってたような感じが体験できてる気がして、すごい面白いなと思いました。未来を作る子どもたちがふるさとの歴史や文化を学び、次世代へと継承されます。
いや、昔の人は馬ともちゃんとコミュニケーション取って、あの馬をちゃんと使いこなすことができててすごいなと思いました。馬って案外簡単に乗りこなしてるんだなって思ってたけど、弓打つとかあれ戦うとかそういうのはまたもう一段階違ってきて難しいんやなって感じました。馬って結構あのバランスが取りにくいのに、昔の人とかは薙刀とか弓とか持って両手離してるのにすごいなと思いました。今も私あの陣羽織とか着させてもらってるんですけど、なんかやっぱり当時の武士たちはもっと着込んでたし、もっとあの重い甲冑とかをつけてたと思うので、それを考えるとやっぱりすごいなとは思いますし、まあ、あの少しは知れたかなとは思うんですけど、まだまだ知りたいことはたくさんあるなと思いました。